知らないと絶対にダメ。楽天の二大解約。こんにちは、投資アカデミアのアッキーです。それでは今回は楽天証券、楽天銀行の二大解約について解説していきます。楽天銀行の金利 0.1% が改正で悪くなったのは本当なのか、楽天証券も今も使っていて大丈夫なのか、気になる方は多いです。突然楽天から飛び込んできたニュースで気になっている人も多いはずです。今回丁寧に分かりやすく解説していきます。今回は楽天の2大解約について解説していきます。そして僕たちの今後の対応策を伝えます。今回の動画では2つのことをお伝えします。1つ目の超解約は楽天銀行の普通預金金利が解約することです。2つ目の超解約は楽天証券の毎月ポイント付与がなくなることについてです。この動画を見れば楽天の2大解約について理解ができます。今後の対策を知ることができます。安心してこれからの投資を進めることができます。楽天初心者の人にも分かりやすいように説明していきます。動画をぜひ最後までご覧ください。1つ目の超解約、楽天銀行の普通預金が解約することについてです。ではどんな解約なのか。2022年4月1日からは楽天銀行のマネーブリッジ設定後、普通預金金利 0.1% が預金残高300万円を超えた分からは 0.1% から 0.04% になります。今まで楽天証券と楽天銀行のマネーブリッジをすれば普通預金金利が一律 0.1% でした。これは非常にお得で大人気のサービスでした。例えば楽天銀行の預金残高が100万円ある人の場合、銀行に預金があるだけで年1000円の金利がもらえていました。何もしなくてもただ預金をしておくだけで年間1000円もらえるのはすごく良かったサービスです。通常メガバンクの普通預金金利は 0.001% くらいです。10円と1000円では全然違います。金利目的で楽天銀行をメインバンクにして預金する人はたくさんいます。しかし今回の変更で2022年4月1日からは普通預金残高が300万円以上に対しての金利が 0.1% から 0.04% になります。現状よりも楽天銀行の預金メリットが減少してしまう形になります。では解約後どのように利息が変わるのか。まず300万円以下の残高の人は変更前と後では変わらないです。では300万円を超えた分の預金に対して 0.04% の金利になるとどうなるのか。例えば400万円の預金があるとします。400万円のうち300万円は 0.1% のため3000円です。残りの100万円は 0.04% のため400円になります。従来だったら400万円に対して 0.1% で年4000円の利息でした。しかし解約後は年3400円になります。同様に1000万円の預金を計算すると年5800円となり、従来の 0.1% で1万円もらえていた利息が約半分になります。預金残高が多い人ほどこの改正は残念なものになります。では今後の対策はどうしたらいいのか。おすすめなのが青空銀行バンクです。青空銀行バンクとは青空銀行の店舗を持たないネット上の支店のことです。インターネットバンキングとスマホアプリにて取引やサービスが利用できます。こちらの青空銀行バンクの預金での金利は無条件で 0.2% です。楽天銀行と楽天証券のマネーブリッジによる金利は 0.1% のため業界内でもかなり高い金利です。ただし振込手数料の無料回数が少ないのが残念なポイントです。そのため貯蓄用の口座として使うのがおすすめです。そしてこの青空銀行バンクで口座開設できる年齢は15歳以上のため、高校生以上のお子様にもおすすめです。そして他にも金利が高いと言われる銀行が au 自分銀行です。こちらは青空銀行バンクのように無条件とはいかず、グループ連携によってサービスを受けることで金利が 0.2% に上がります。まずは au のキャッシュレスである au ペイと au 自分銀行を口座連携するとプラス 0.05% になります。さらにクレジットカードの au ペイカードの引き落とし先を au 自分銀行に指定するとプラス 0.05% になります。そして最後に au 株コム証券と au 自分
分銀行を口座連携するとプラス 0.099% になります。 au 自分銀行の通常での金利は 0.001% のため、すべての条件をクリアすると 0.2% になります。このように金利の高い金融機関を2つ紹介しました。では実際今使っている楽天銀行口座は今後どうしたらいいのかを考えていきます。今回の解約によって300万円を超える分で年 0.1% の金利が年 0.04% になるのは残念です。しかしメガバンクの年 0.001% と比べると高い水準です。そして300万円を超えない貯金の人にとっては改正後も変わらず 0.1% のため問題はないです。生活防衛資金として300万円程度を想定している人にとっては余剰資金は投資に使うことで、預金は300万円を大きく超えないためダメージはないです。ただし現金をもっと保有しておきたい人、貯金がたくさんある人は300万円までの貯金はこれ前と変わらず楽天銀行でいいと思います。そして300万円を超える分は貯蓄用として青空銀行バンクなどを使い分けることで解約のダメージは受けずに済みます。最近投資デビューをして積立 NISA などを始めた投資初心者の人は楽天銀行を開設することから始めた人も多いはずです。楽天銀行には楽天証券との連携をしてスイープ機能やハッピープログラムの還元など金利以外にも素晴らしいサービスがあります。そのため現状は楽天銀行をメインで使い続けてもいいと思います。そして楽天銀行をメイン口座として先ほどお伝えしたように青空銀行を貯蓄用にした場合、便利なサービスがあるため紹介をします。それが楽天銀行の毎月おまかせ振込予約です。給与口座を指定できる人や、すでに楽天銀行を給与口座にしている人は、楽天銀行をメイン銀行、青空銀行バンクを貯蓄用の銀行として、メインバンクから貯蓄用銀行へ給与の振り込みを自動化できます。この毎月おまかせ振り込み予約というサービスを使えば、自動で決まった金額を楽天銀行から青空銀行バンクに振り込んでくれます。楽天銀行を給与口座に指定していれば、振り込み手数料も月3回は無料になるため、貯蓄用口座へお金を自動振り込みしても手数料はかからずに済みます。続いて2つ目の超解約、楽天証券の毎月ポイント付与がなくなるのか。2022年4月1日からもう一つの解約となるのが楽天証券で投資信託における毎月ポイント付与が廃止になります。こちらもどんな解約かを紹介して今後の対策について解説していきます。ではどんな解約なのか。今までは楽天銀行と楽天証券のお客様優遇プログラムであるハッピープログラムの一つとして楽天証券で保有の投資信託残高10万円ごとに3ポイントから10ポイントが毎月もらえていました。もらえるポイントは投資信託の銘柄ごとに違います。例えば人気の銘柄 eMAXIS Slim 全世界株式だと毎月3ポイントもらえました。そしてポイント付与に上限はなく、楽天証券で投資信託を長期保有し続けるほどポイントメリットは大きくなるものでした。では2022年の4月の1日からは何が変わるのか。ポイントの付与が一定残高達成時のみのポイント付与に変わります。公式ホームページに載っている変更後の表を見てみると、月末時点の残高が初めて10万円に到達した場合に10ポイント、初めて50万円に到達した場合に50ポイントとなります。そして100万円から500万円の100万円増えるごとに100ポイントが入る仕組みに変更になります。投資信託の残高が頻繁に10万円100万円と増えないとポイントがもらえないってことです。さらに達成時のため一度きりしかポイントはもらえないです。現在のサービス内容と比較すると、例えば投資信託の残高が100万円を保有していれば毎年360ポイントもらえていたのが、実質ポイントがもらえるというサービスがなくなったということです。長期運用を前提としている個人投資家にとって毎月もらえていたポイントがなくなるのは非常に残念です。解約後の判定は月末時点での対象外ファンドを除く全ての投資信託の残高合計金額にて判定されます。そこでこの対象外となった銘柄を確認します。人気の銘柄でいうと楽天投信投資顧問の楽天レバナスと言われる楽天レバレッジナスダック100、 SBI アセットマネジメントの雪だるまシリーズ、大和アセットマネジメントのアイフリーレバレッジファンドなどが残高判定の対象外になります。
そのためこれらの銘柄を保有していて残高が増えてもポイントは付与されないです。そしてハッピープログラムにエントリーしていない人向けの投資信託資産形成ポイントも同様に解約されて毎月のポイント付与が廃止となります。それでは投資信託をこれから投資していく人にとって対策を考えていくためにここで SBI 証券について解説していきます。 SBI 証券にもポイント還元のサービスがあります。投資信託の保有金額によってポイント還元がされる投資マイレージサービスがあります。このサービスも先ほどお伝えした従来の楽天のハッピープログラムのように銘柄によって還元率が違います。 eMAXIS SLIM 全世界株式だと付与率は 0.0462% となっており、残高を100万円保有していれば毎年462ポイントもらえます。このように現在変更前の楽天のサービスよりもともと SBI 証券の方が投資信託の保有でもらえるポイントは多いです。では楽天証券の支払いにおいて楽天カードのクレジット決済での 1% 還元というお得なサービスがありますが SBI 証券がどうか確認していきます。 SBI 証券は三井住友カードの積み立てができてクレジット決済をするとカードの種類によって 0.5% から 2% の還元があります。三井住友カードにはプラチナやゴールドといった種類が楽天カードのようにあります。プラチナだと年会費がかなり高くなるため今回はゴールドに注目してみます。三井住友カードのゴールドだと年会費5500円で 1% の還元があります。しかしこの年会費5500円は今なら初年度無料、そして年間100万円の利用で永年無料となります。そのため初年度のみ100万円の利用ができる人であれば楽天カードのクレジット決済と同じ年 1% の還元を受けてさらに投資信託保有ポイントをもらえるため SBI 証券の方が楽天証券より有利と言えます。そうなると長期で利用するなら楽天証券から SBI 証券に乗り越えようと思うユーザーもいるはずです。そしてそんなタイミングで SBI 証券が新たな発表をしました。それは投信お引越しプログラムです。このプログラムはどんなものなのか、他の金融機関から SBI 証券に投資信託を移す際に投資信託の移管入庫にかかる手数料を SBI 証券が負担するキャンペーンのことです。これは2022年の1月から始まりました。例えば今まで楽天証券で保有していた投資信託を SBI 証券に移動させたい人はそこでかかる手数料を SBI 証券が代わりに払ってくれるってことです。これは非常にいいサービスです。楽天の解約に伴って投資信託の移管入庫も無料で行えるサービスを SBI 証券が打ち出したってことです。では今後の対策はどうしたらいいのか、投資初心者の人にとって楽天カードのポイント還元やマネーブリッジによる高金利スイープ機能などの使いやすさから楽天証券楽天銀行で口座を作って投資デビューした人は多いはずです。しかし今回楽天証券楽天銀行のダブルの解約があります。そんな中 SBI 証券のお得なサービスの発表で今後の証券会社はどうしたらいいのか悩む方は多いはずです。しかしどの証券会社も今後ポイント還元率を見直しやユーザー獲得のための改正はありえます。楽天証券も SBI 証券もユーザーを早く増やして囲い込みたいためポイント還元をかなり頑張っている状況です。僕たちができることはどっちかに絞ることではなくて楽天証券も SBI 証券もどちらも持っておくことです。長期で投資をしていくならどちらの証券会社が潰れても困ることのないように備えておくといいです。そして例えば楽天証券では楽天カードのクレジット決済、 SBI 証券では三井住友カードでのクレジット決済、どちらも月5万円合計10万円の積み立てをすることで年間9000ポイントの還元をゲットしてほしいです。それではまとめいきます。今回は楽天銀行と楽天証券のダブル解約について解説してきました。一つ目の解約は楽天銀行の普通預金金利が解約することです。解約内容として2022年の4月の1日から楽天銀行のマネーブリッジ設定後普通預金金利 0.1% が預金残高300万円を超えた分からは 0.1% から 0.04% になります。300万円以下の残高の人は変更前と後では変わらないです。残高400万円の人は解約によって年4000円から利息が
年3400円に減ります。残高が1000万円の人は解約によって年1万円から年5800円になって従来の約半分になります。預金残高が多い人ほどこの解約は残念なものになります。そこでおすすめの銀行、青空銀行バンクを紹介しました。青空銀行バンクの金利は無条件で年 0.2% です。振込手数料の無料回数が少ないため貯蓄用口座にするのがおすすめです。他にも金利 0.2% になる銀行として au 銀行を紹介しました。 au 銀行は通常金利 0.001% です。しかし aupay との連携でプラス 0.5%、 aupay カードとの連携でプラス 0.5%、 au 株コム証券との連携でプラス 0.099% で合計 0.2% になります。そのため無条件で金利が年 0.2% となる青空銀行がよりおすすめと言います。しかし楽天銀行にはスイープ機能やハッピープログラムでの還元などお得で便利なサービスがあるため、楽天銀行をメインで使いながら300万円を超えた分は貯蓄用口座として青空銀行を利用するといった併用がおすすめの対策です。加えてインフレのこの時代、現金保有の割合が多すぎるより余剰資金は投資に回すべきです。不労所得である金利も魅力的ですけど、投資だったら年利 5% を狙います。続いて2つ目の解約は楽天証券の毎月ポイント付与がなくなることです。解約内容として2022年の4月の1日から楽天証券で投資信託における毎月ポイント付与が廃止になります。楽天証券で保有の投資信託残高10万円ごとに3ポイントから10ポイントを毎月もらえていたのが、一定残高達成時のみのポイント付与に変わります。達成時のみのポイント付与のため、到達した一度きりしかもらえず、実質毎月定期的にもらえるポイントは廃止となります。 SBI 証券にも投資信託保有におけるポイント還元の投資マイレージサービスがあります。ポイント付与率も高く 0.0462% で、保有している投資信託によって毎月ポイントがもらえます。さらに提携の三井住友カードでのクレジット決済では 0.5% から 2% のポイント還元があります。三井住友カードのゴールドであれば 0.2% 還元で、年会費5500円は初年度無料で、年間100万円の利用で永年年会費無料にすることができます。そしてさらに投信お引越しプログラムが発表されました。これは投資信託の移管入庫にかかる手数料を SBI 証券が代わりに負担してくれるサービスです。例えば通常投資信託を楽天証券から SBI 証券に移すとなると移管手数料が取られます。楽天証券の場合1銘柄につき3300円かかりますけど、 SBI はこれを全額キャッシュバックしてくれます。手続きとしては楽天証券と SBI 証券どちらにも申込書を記入して郵送するといった一連の作業が手間とはなります。資産残高が少ない人にとってはこの手間に見合わないかもしれないです。でもそれなりの資産がある人にとっては後に大きな影響も出てきます。このように SBI 証券は明らかに楽天証券より有利と言えます。長期的に資産を増やしていくのであれば、毎月のポイント相当分をもし投資していたら、複利の力で将来雪だるま式に膨れ上がり大きな金額になり得ます。このことから今後 SBI 証券へ乗り換えを検討する人も増えるかもしれないです。しかし今後どの証券会社も解約の可能性があります。特にポイント還元の変更は大いにあり得ます。その都度振り回されて証券口座を移管していては手間も時間もかかります。楽天証券には SPU アップなど楽天経済圏の優位性、見やすさや使いやすさなどの操作性、投資商品の豊富さ、手数料の安さなど最もおすすめの証券会社であることは変わらないです。そして SBI 証券のポイント還元は有利なのは現状確かです。でも楽天証券も SBI 証券も今後業界1位2位の証券会社としてユーザーを取り込むサービスを続けてくれると思います。このボーナスタイムをうまく利用していくために SBI 証券と楽天証券どちらの口座も保有していただきたいです。それこそがリスク軽減にもつながる安心できる資産形成の対策といえます。以上のことから楽天証券、楽天銀行の解約はいずれも資産1000万円を超える人にとっては年間万単位でもらえていた不労所得に関わる解約となりました。このような人は青空銀行など他銀行の併用や SBI 証券の併用を積極的に
活用してください。まだ口座を作っていない方は今すぐに作ってみてください。設定が済めば逃しかけていた不労所得をゲットできます。長期で見れば複利の力が数倍となって、将来数万円、数十万円、数百万円に化けることになります。この動画を見て参考になった人や、こんな動画をやってほしいなどご意見があると嬉しいです。動画のコメント欄にぜひ積極的にコメントをください。それでは今後もどんどん動画を投稿していきます。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。それでは本日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。